今日は同一労働同一賃金とパワハラ防止法っていうことです。で、これはやろうと思うと本当に一テーマ3時間でも、ある意味網羅するのはかなり難しいテーマになります。なので、今日は網羅的にやるっていうことはちょっとやはり難しいところはありますので、重要部分を掘り下げたりとか、あるいはちょっとこう網羅的にやらずにメリハリをつけてやるということにさせていただきたいと思います。今日話をするにあたってどういうふうな話し方をするのがいいかっていうふうに、ずっと考えていました。で、やっぱりですね、勉強になったなって言ってこう帰っていただくというよりは、やっぱ今日明日から使えるような、今抱えてらっしゃるご相談とか案件とか、そういうところですぐ使えるようにサンプルになるようなものをご提供したりとか、あるいはお話をされる中で話をする、ボキャブラリーといいますか、そういうものをこう増やしていただいたりとか、そういう、こう今日明日から使えるようなものをできるだけ具体的なツールとしてご提供したいというふうに考えています。で、第1部前半、第1部は同一労働同一賃金を行います。で、ここに書いてある項目に沿って、説明をさせていただこうと思っています。で、第1部を終えれば第2部パワハラ防止法の方に入ります。で、第1部が終わって少し休憩を取らせていただいて第2部に移るということを考えております。じゃあ早速同一労働の方に入りたいと思います。例えば、同一労働同一賃金の対応できてますかっていう話を、社労士の方であれば会社の経営者さんの方とするきっかけもあるでしょうし、話の流れの中で、同一労働ね、やらないといかんんだけどねみたいな話になることもあると思いますし、人事の方であれば、この対応はちょっと早急にやっといてくれっていうふうなミッションを抱えてらっしゃる方もいらっしゃると思います。で、これに対してやっぱり一つ、キラーフレーズというか、パワーワードというか、キーになるフレーズが、均等待遇、均衡待遇、このワードです。で、均等待遇、均衡待遇っていうのは何かと言いますと、ちょっとかなり端折って書いてはいるんですけれども。